スノーマン、テンスシングル、ラブトリガー・ウィール・ゴー・トゥギャザー新記録が特別である理由。スノーマンが、記念すべき10枚目のシングルでまたも見事な数字を達成した。2月14日発売の両 A 面シングル、ラブトリガー・ウィール・ゴー・トゥギャザーが、2月20日発表オリコン週間シングルランキングで自己最高となる初週売上119.3万枚を記録。9作連続の1位獲得とともに、スノーマン単独では、 自信初の初週ミリオンを突破した。さらに、今作については、発売2日間の売り上げですでにミリオンを達成していたというから驚きだ。彼らにとっては、SixTONES vs.SnowMan 名義でリリースしたデビューシングル、Imitation Rain D.D. 以来の出来事となり、デビュー5年目突入後初のリリース作で、グループの大きな成長を証明する結果となった。ここまで順調にリリースを重ね、セールスを伸ばしてきた流れからすれば、 一見当然のように思かし、かもしれない。しかし、シングル、ラブトリガーウ o ルゴークギャザーでつかみ取ったこの栄冠には、特別な重みを感じてしまう。2023年、彼らを取り巻く環境は大きく変化した。長年積み重ねてきたものが一瞬にしてなくなることがある。続いていくことは当たり前ではないということを身をもって経験したのだ。そんな中、岩本光主演ドラマ 恋する敬語24時テレビ朝日系都主題歌『ラブトリガー』渡辺翔太主演ドラマ『先生さようなら日本テレビ都主題歌『ウィールゴート o g e t が無事に制作され、メンバーたちが数えきれないほどのテレビ番組や雑誌に登場し、多くの人がドラマやシングルを楽しんでいる今があるというのは尊いことである。